どうも、こんばんは、エナメです。今回は、東京グールリー、インボーク激闘最終決戦の A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。全員格者パーティーですね。まず、この、古田、二村の格者。今回、この激闘最終決戦で手に入る古田ですね。で、店長ですね、最強のグール。これフェスゲンかな。で、スペシャルで出たタタラ兄への思い。こちらもですね、フル強化にしております。で、1年前ですね、スペシャルガシャ、クリスマスぐらいだったかな、で出た、石岩の袋で、金木2周年の金木です。まあ、格者っていう認識は、僕こっちの方を格者っていう認識で、やってるんですけど、今回はこの金木ですね。で、格者の歌ですね。じゃあこの6名、フル強化全員してますね。これで行ってみましょう。まがまがしいな、カグネが。勝てるよね。うん、多分勝てると思う。めっちゃ強いけど、最後のカネキ。うん、勝てるとは思う。とりあえず、リゼで全員のスキルゲージを貯めて、カネキは今回、格者扱いにするんで、速攻でね、覚醒していきます。んで、カネキで殴って、で、古田に切り替えて古田でブレイクをしていきます。これ古田のスキル使わなくてもいけるような気がするが、味方にこいつはね 2.5 倍のバフをかけるんで、とりあえずこれで、いけると思います。まず古田で殴ってスキルゲージを貯めておいて、あ、いけたね。まあ、リゼはまあこんなもんだよ。まあ、こっからだな。古田もまあ柔らかい方だけど、最後の金木なんだよな。こいつ闇属性だったよね。なんで光で殴らないといけないが、光属性は今回連れてきていない。店長を殴ろう。命を奪う行為は等しく悪だ。悪そのもの。あ、全然削れないんだが。まあこれでブレイクして、ブレイクバースト2倍もかけていきます。前衛バフ 2.5 倍とブレイクバーストの2倍は、2周年の石有馬と一緒ですね。OK。さあ、フロア2の格者フルア、格者フルタも、難なく攻略と。さあ、こっからですね。とりあえず、まずは、石屋の袋を打っていく。アークソのも石岩じゃなかった。石岩の袋じゃなかった。普通の店長袋を打っていく。で、ここでガンダムタタラさん。全然触れてこなかったけど、ガンダムタタラの灼熱の炎を金木に浴びせていく。ボー、かっこいい。すげえエフェクトだ。んで、フルタで殴っていきます。で、フルタでブレイクして、まあ、もう、この、攻撃で終わるかな。ブレイクしてからの一瞬でしょ。最後店長に決めてもらいたいが、終わりましたね。うん、スキルで決めたかったところはあるんだけど。全て背負おう。はい、ということで、まがまがしいんだよな。全員格者パーティーで今回挑戦してきました。ダメレポ的にはこんな感じですね。というわけで、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。